パーティー収入がなんと4677万円ですよ。赤金事件の全名を解明するか解明すること、そのことが大臣に求められていること。大臣、自民党のやり方そのものが問題だって言ってんですよ。岸田首相の退陣が信頼回復のきっかけにはならない。 78% です。定額減税対策について質問します。青色白色の、事業者専従者が定額減税の対象外となっている件について、4月の答弁では確定申告後の不足額給付で支給するとのことでありました。内閣官房のホームページにおいてこの不足額給付について内容が一部公開されています。一人当たり原則4万円の調整給付金とのことでありますけれども、この制度について簡単に説明していただけるでしょうか。お答えいたします。定額減税をしきれないと見込まれる方への調整給付につきましては、当初の見込みと異なるなど減税や給付が十分でない場合には減税額が確定する令和7年に不足分を給付することとしております。この不足額給付におきまして、ご指摘の白色申告および青色申告の事業専従者を含めまして一定の要件を満たす場合には給付の対象とする旨、本年6月26日に公表し自治体に対して周知をしたところでございます。具体的には原則といたしまして、事業専従者ご本人から令和7年度住民税課税市町村に対する申請を基本といたしまして、ご本人として定額減税の対象外であること、また扶養親族等としても定額減税の対象外であることなどの給付要件を確認した上で、原則お一人当たり4万円を給付する方針としております。こうした給付につきまして、令和7年以降に順次給付を開始できるよう、申請の具体的な開始時期などの詳細について関係省庁と連携しながら検討し準備を進めてまいりたいと考えてございます。ただこの給付金はですね、本人の申請なんですよね。自分が定額減税から外されていること、そして不足金で給付されて支給される、でこれはなかなか知られていません。鈴木大臣、給付漏れがないように本制度の周知徹底が極めて重要だと思います。そもそも所得税法の配偶者親族の定義を用いて定額減税の仕組みを作ってきた問題であります。財務省は国税庁税務署に対して事業専従者全員に本制度の案内や申請書を送付するなど広報の徹底を図るべきだと考えますが、いかがでしょうか。本制度に関します周知広報については、これは重要なことだと考えます。このことにつきましては、内閣官房内閣府をはじめとした給付金担当部局や地方自治体を中心に今後検討されていくと、そのように思っておりますが、国税庁といたしましてもこうした検討を踏まえ、内閣官房内閣府と引き続き連携をしていきたいと考えております。そして納税者から個別に税務署等に問い合わせがあった場合には丁寧に対応をしてまいりたいと考えています。責任を持ってしっかり当たっていただきたいと思います。次に緊急要する点について質問します。お米が不足していて店頭から消えて今大問題になっています。いつものお米が食べられない、店を何軒も探した、店を変えて手にすることができたけれども価格が高すぎる、こうした声があちこちで上がって連日報道も続いています。竹村農林水産大臣、副大臣に来ていただきました。米は全体として逼迫していないという答弁がずっとありましたけれども、その認識はもう何度も聞いてきましたから結構です。大事なのは国民の主食が手に入らないという重大事態に対して農林水産省は何もしないのでいいんでしょうか。最近の米の需給につきましては、令和5年3米の需要が顕著に推移をしたことから、令和6年6月末の在庫量は近年では低い水準になっております。こうした中で米の在庫が最も少なくなる端境期である8月に南海トラフ地震臨時情報とその後の地震や台風等によりまして買い込み需要が発生をしました。また輸送業者がお盆に入った影響もありまして商品の搬入補充に停滞が生じたこと、こうしたことから品薄となった店舗が生じているものと考えております。例年新米は8月には九州から千葉、茨城等の産地の早期米が出回り始め、9月には1年の出荷量の4割程度までこれから本格的に出回ってまいります。産地の情報によりますと6年3米の
生育は順調に進んでおりまして、平年よりも1週間程度、収穫が早まる産地もありまして、合わせて出荷も前倒しで行われる見込みです。このため米が品薄となっている状況は今後順次回復をしていくと見込んでおりますので、消費者の皆様方におかれましては必要な量だけお米をお買い求めいただくなど落ち着いた購買行動をお願いしたいと考えております。副大臣、そんな傍観者的な立場でいいんですか。家の米びつが空になってお米が食べられない人が今もたくさんいるんですよ。そしてなんと備蓄があるのにスーパーではアメリカンライスが並んでるということじゃないですか。これ明らかにおかしいでしょ。重たいお米を買いに行くことができない高齢者の方、これどうしたらいいんですか。これね、今こういう大問題になってるんですよ。私4月からね、この品不足の問題は農水委員会で取り上げてきましたけども、まさに今答弁があったように無策に等しいわけであります。新米が出回るまで待てというのはあまりにも無責任ではありませんか。提案します。生産者団体、卸の業界と相談して店頭に十分なお米が回るように緊急対策を取るべきだと考えます。いかがですか。農水省としましては、お米の取引関係者である集荷業者や卸売業者等に対して、円滑な流通に努めていただくよう働きかけをしているところであります。また毎月各事業者から集荷販売在庫の状況等をの情報を聴取し公表することで、きめ細やかな情報提供を行っているところであります。繰り返しになりますが、すでに新米の出回りも始まっておりまして、農水省として今後も引き続き円滑な流通の確保に向けて取り組んでまいります。いつものお米がいつもの お店屋さんで買えないとことは、これ日本の主食の問題なんですよね。いつまで放置してるんですか。ちゃんと対応を打ってください。減反に続く減反、米の需給調整を事実上放棄、生産量はかつて1000万トンあったのに今や661万トンまで減少した生産量の下で、今回少し需要が上がった、で6月末の在庫量が156万トン、過去最低にもなったと。もうこの事態を招いたのはまさに自民党農政であるということを強く指摘しておきたいと思います。直ちに対応を取ってください。それでは金融政策について質問します。読売国際経済懇話会、5月8日に行われたこの懇話会で、植田総裁は過去と比べると為替の変動が物価に影響を及ぼしやすくなっている面があることは意識しておく必要があると述べられました。さらに7月31日の記者会見で、足元の円安が物価に上振れリスクを発生させられていることもあって政策変更に至ったと、このように述べておられます。つまり急激な円安が輸入物価の上昇を通じて想定以上の国内の物価高を起こしている、だからドル高円安の是正のために今回の金利引き上げを行ったということですね。そもそも2002年から超円安が起こったのは何が原因なんでしょうか。例えば三井住友信託銀行のレポートでは、円高の主因は日米金利差とし、近年の日米金利差とドル円レートの動きはかなり近似していると指摘しています。つまり日米の金融政策の違いにより金利差が拡大した結果、円キャリートレードが活発に行われてドル高円安が進んだということであります。そうであるならば日本銀行に相当な責任があるのではないでしょうか。総裁、いかがでしょうか。まず私どもの7月の決定会合における利上げの決定でございますが、その背景といたしましては、先ほど来もご議論がありましたように、為替円安の影響を含め、経済物価見通しやリスクを丹念に点検した上で金融緩和の度合いを、調整することが適切と判断したというところでございます。それから2022年頃からの円安ドル高と金融政策との関係でございますけれども、申し上げるまでもなく為替レートは多様な要因によって決定されるものだと思います。その中で22年以降、やはり、内外特に我が国と米国の金融政策の方向性の違い
に基づきます内外金利差に市場参加者の注目が集まって、それが為替市場に影響を与えたという面はあるとは思います。金利差の拡大により円安が進んでいる環境の下でも、これ2年前当時の黒田総裁の答弁ですけれども、私の質問に対して、マクロ経済モデルを用いて円安の我が国の経済への影響を分析いたしますと、純輸出を中心に実質 GDP を押し上げるという結果が得られていると、もう円安容認の姿勢を示されていました。結局こういう姿勢が日米の金利差を拡大し、そして容認したことが急激なですね、円安を招いたことになったのではないかと、私はそう考えますけれども、総裁いかがでしょうか。繰り返しですが、為替レートは、平時からさまざまな要因の影響を受けて動いていると思います。その上で22年以降の局面では、内外金利差と為替レートの関係に市場参加者の注目が集まったという面はあったかと思います。いずれにせよ為替レートは、経済物価、経済金融のファンデメンタルズに沿って安定的に推移することが重要であると認識しております。総裁に引き続き尋ねます。7月31日の記者会見で総裁は、利上げの理由について賃上げの中小企業への波及が確認できたことを一つの要因として挙げています。これはもう我々の実感とは程遠いものがあります。そして総裁は、次のような発言もしています。ついてこれない零細企業もある、ついてこれない企業の労働者たちがより生産性が高い他の企業にうまく移れるようなさまざまな仕組みや努力が続いていくかどうかをモニタリングするというふうに述べられています。つまり賃上げができない中小零細企業は倒産廃業やむなし、市場から撤退するのが日本経済にいいという、そういうご判断なんでしょうか。いかがですか。我が国経済が持続的に成長していくためには、申し上げるまでもなく中小企業を含めて、賃上げの動きが広がり、賃金と物価の好循環が実現していくことが必要であるというふうに考えております。で、我が国経済全体として賃上げの動きが、広がってきていると、もちろん認識しております。しかしながら、企業間のばらつきも大きくなってまして、中小企業の中には直面する環境の厳しさを指摘する声が少なくないということも十分、認識してございます。こうした中小企業の実情や経営を取り巻く環境について、私どもとしても丁寧に点検していく所存でございます。こうした環境の厳しさを改善していくためにはということでございますが、経済全体の生産性の向上が不可欠であるというふうに思います。経済全体の生産性が向上し、我が国経済が持続的な成長を遂げる中で、業種規模を問わず、企業も発展していくことができるというふうに考えております。この点、企業の皆様の努力とともに政府もさまざまな取り組みをされていると承知しておりますが、日本銀行としても緩和的な金融環境の維持を通じて、金融面から企業の生産性向上に向けた取り組みを後押ししていく方針でございます。総裁、もう地域経済や地域社会にとって必要な中小零細業者がですね、もう収益の向上が見込めずにですね、本当経営悪化に陥っています。ゼロゼロ金融もう終わりました。で、途端の苦しみにあるですね、中小業者、中小企業をですね、ちゃんと経営継続できるためにですね、競争原理だけで見るのではないと、そうしたところをですね、ぜひ指摘をさせていただきたいというふうに思っております。最後に鈴木大臣、先ほども質問が出ましたけれども、大臣、8月3日のですね、大臣の地元における政治資金パーティーについて質問します。大臣はパーティーをやったと、そして、まあ、問題はないということでありましたけれども、これはもう大きに問題があります。そもそも岸田政権の支持が国民からもう離されたというのはですね、派閥政治資金パーティー裏金事件、もうここにあるわけなんですよね。そして共同通信の世論調査では、岸田首相の退陣が信頼回復のきっかけにはならない、 78% ですよ。ここに問題があるわけです。大臣、裏金事件に対する反省はございますか。大事なのは裏金事件の
全容解明ではないですか、いかがですか。我が党におきまして派閥の資金集めパーティーの政治資金法上に定められた記載を怠っていたこと、それが政治不信を招いているということ、これは大変重く受け止めてございます。それを受けて通常国会におきましても政治資金規正法の改正等の議論が大変この深くなされたものと理解をしております。そういうような特に我が党は批判を受けているわけでありますので、そうした批判を受けないように今後しっかりとしていかなければいけないと思います。しかしそれと個人が開催する政治資金パーティーというのは全く別であります。これは法律にもきちっと位置づけられ、そして位置づけられておりますからさまざまな規制がかかっております。その規制をしっかりと守って行っていく、政党がですね地元での活動等丸分かりでやっていただける政党ならいいですが、自民党をはじめ多くの政党は政治家個々人が自分で私設秘書さんをこの契約をして、そして事務所を構えてやらなければ政治活動が回らない、つまりそのための家賃でありますとか人件費でありますとか、あるいは光熱費、そして活動ガソリン費、通信費等々どうしても政治資金が必要であります。私は必要以上の政治資金を集めようなんて気持ちは全くないわけでありますが、そうした政治活動に必要な政治資金、それはどうしても必要であります。党が丸がかりでやっていただける政党とは違うわけでございますので、その点はですね、個々人の責任においてきちっとルールを守ってやっていかなければならない、今後とも定期的に開催をしていきたいと考えています。大臣、自民党のやり方そののが問題だと言ってるんですよ。大臣の2022年の政治資金報告収支ではパーティー収入がなんと4677万円ですよ。申し合わせ時間が経過しております。利益率が 86.7%、 こういうところに国民の厳しい目が向けられていること、裏金事件の全面を解明するか解明すること、そのことが大臣に求められていること、そのことを指摘して質問を終わります。